者たち、稲妻に来てもうだいぶ時間が経ったと思わないか？今まで本当にいろんなことがあったよな。それにオイラたちの旅にも進展があったと思うし、次はどんなところに行くんだ？お、どうした？神の目をどうやら人違いだったようだな。おい、こんなことするんだったら事前にちゃんと確認し、いや、探してるのが誰だろうと。楓原和葉という者に会ったことはあるか？お前と同じように片手剣を扱う。聞いたところ、お前には関係ない。まあいい、お前も知らないようだな。時間の無駄だった。なんだあいつ、変な刀を振り回すし、わけわからないぞ。しかも謝罪の一つもないなんて。あんなやつに和葉の情報を渡すもんかだろう。まあたとえ正々堂々勝負したとしても、でも万が一に備えて今すぐ和葉に知らせてやろうぜ。ん？なんだ？因縁？あいつが和葉と知り合いだって言いたいのか？確かにそうかもしれないけど、でも技なんてみんな同じ感じだろ。とりあえず和葉が危ない目に遭う。最近南十字船隊が離島で貨物を補充。知らない。なんだ、お前たちも和葉を探しに来たのか。どう今回俺たちが小舟でここに来たのは物資を補給するためだったんだが、港に入以前の名槌の浜の戦いでは姉さんもあんなに活躍した。船隊の中での和葉はこれといって存在感があるわけじゃない。たまに姉さんの言うことを聞かないことだってある。え、和葉が少しは聞いてるぜ。例えば、ライデン将軍の、それってすごいのか？それならわかりやすいぜ。あいつはさっき、天領奉行の人に呼ばれて行っちまったよ。何か重要なことで相談があるらしい。最初はあいつを捕まえに来たんじゃないかとも思ったが、すごく友好的な態度でな。少し前だったらまず考えられないな。ありがとな。じゃあオイラたち、お、こっちは引き続き。
ベニー冒険団出発。おや、お主であったか。やあ君たちか。ちょうど先ほどメガリレーの廃止について話していたんだ。せっかくだから君、今回楓原殿に来ていただいたのは幕府側の友好、これだけ情勢が明るくなったのも君たちのおかげだ。僕もこれを機に過去に積み重ねてきた矛盾や対立を正すために、将軍様も様々な方面から解決、三奉行の間ではこれを機に楓原家の名誉回復につなげようという。楓原家に関することは君も少しは知っているだろう。簡単に説明すると、過去の稲妻には将軍様の刀鍛冶技術を受け継ぎ、その名を轟かせた御用刀工が複数いたんだ。しかしある時、一部の刀工が裏切ってスネージナヤへと逃亡した。楓原家と上里家は管理不行き届きの罪に問われ、でも後にこの事件の背後にはファデュイという黒幕がいたことが判明した。そして楓原殿はまたも大きな功績を挙げた。そのため、その報奨だけでなく、過去の、でも東高一族がまたファデュイから迫害を受けてしまう可能性もある。そのためこの件の調査結果、いや、こちらこそ将軍様と幕府からのご好意を受け取ること。しかしただでそのご好意を受けるわけにはいかないのであろう。それは考えすぎだ。これは保証なんだから。名誉が元通りになれば、楓原家は刀鍛冶業を再開する。将軍様の庇護と幕府の指示のもと、稲妻城で安定かつ拙者は長きにわたって風雨の中を歩んできたゆえ、大きな屋敷に住むのは勝負。しかし拙者の先祖たちは楓原の名と彼らが受け継いだ刀鍛冶技術を誇りに。その感じだとまだすっただ。これに同意してくれれば近頃。噂と中傷？ここに来る途中ずっといい話ばっかで、みんなすごく褒めてたぞ。一部の人にとって無双の人たちは無敵の存在なんだ。彼らはあの時楓原殿が風以外にも雷元素の力を使っているのを目撃した人が。え？でも邪眼を使ったやつはすごい。ああ、でも彼らにとって一人が同時に二種類の元素力を使うこと。このような噂は他にも多々ある。こうして世論の中心に置かれ、他の者に追蓄されす。だがもし幕府が拙者を支持してくれるのなら。だから前向きに考えてほしい。互いにとっていいことだろう。うむ、少し考えさせてほしい。この件に関する話し合いはひとまず置いておこう。それで二人。なあ、大事なことを忘れるとこ。そのような危険人物が拙者を探していると。いや、いないでご。拙者の武器は家の者から教わったもので、元は刀試しに使われていたものであった。試し斬りの際、それがやがて一族の指導術となり、相応する技が生まれた。これは実用的な戦場武器とは至極異なるもの。偶然とは。だったら気をつけた方がいいと思うぞ。なん、ふむ、かように攻撃的なものが他者に。だったらすぐに人を手配して。よろしく頼む。
拙者もこの件には興味がある。それに拙者はまず彼らと襲撃者の件を調査し、その後お主に分かった。くれぐれも安全には気をつけてくれ。では参ろう。その襲撃者を探すでござるよ。城内の情報なら探偵所が何か知ってるはずだよな。リュウジに聞いて。この方が楓原さんなのですね。そうかしこまらずともよい。拙者と言いますと、あなたに関する楓原さんは今や稲妻で、と正直ここ最近我々探偵所にも楓原さんの個人情報、中には何百万もらという金額を出そうとする者もいます。これが普通の依頼でしたら珊瑚所長もすぐ引き受けて。何百万。拙者のことを考えてくれたのでござるな。当然のことです。正当な理由もなく他人の生活を暴くだけの依頼で、すみません、話が逸れてしまいましたね。ですが襲撃事件では拙者とは関係なしに、近頃実を言うと天領奉行の方に。確かに巷で起きていること全てが役人の耳に届くわけでは。もしも本当にそのような襲撃をしている者がいれば。確かに。じゃあどうするんだよ。もう、しかしお主らを襲撃した者が他の時期、無論それが初めての犯行であった可能性もあるが、もしも対象がお主ほどの実力を持たぬものであれば、きっとよからぬ結末。お主の実力は知っている。謙遜する必要はないでござるよ。もし拙者のせいで誰かが重傷を負い、それに被害者にとっては。心配するな。さすがは楓原さん、噂通りのお方です。そのようなお考えを常々お持ちだからこそ、将軍様に対しても迷わず語。過分なお言葉でござるよ。あの時はご賢さんはご安心ください。な、そうだ、最近起きた変なこと、念のため。いや、うむ、こういう時は。近頃城内で二人の方がほぼ同時、そのうちの一人が長戸というものでかなり有名な収蔵家です。そして雨の間。ええ、彼は雨の間鍛冶屋の店主、雨の間東郷。二人の大人が同時に失踪、そこにはきっと。この件を思い出したのは雨の間優也も武芸に秀でていて刀剣を扱う。ふむ、承知した。しかし可能性は低いであろう。何せ拙者はそのものを知らぬし。そうだな。もしか。うむ、かたじけない龍二殿。はい、うまくいくことを祈っております。風向きにして。うん、楓原和葉じゃないか。え、知り合い。うむ、楓原と雨の間は両家ともかつて雷電五家伝を稲妻に戻ってきた後、雨の間と。うむ、雷電五家伝のことはお主も姿の色。元は同じ刀の鍛造技術じゃったが、長い年月をかけて独自の鍛造理念を確立し、それぞれの流派。例えば雨の間流の極意は、水滴が石をうがつ忍耐。派手な秘技などはなく、体が記憶するまでただただ毎日鍛造を繰り返す。そして楓原家の流派は確か、いかにも
一神殿は刀の鍛造を、そのようにして鍛えられた刀こそが鍛造者の心境と理念を記録し伝達。ああ、普通の刀は人が選ぶものだが、お前は間違いなく最も適した使い手じゃろう。楓原家が大きな意図。そんなことはござらぬ。拙者の行動は一族組む。そろそろ話を戻そう。拙者たちが今追っている事件と。ああ、そのことか。あいつは失踪する前、何も言っていなかった。それがあいつらしくなくてな。だがこうなってしまった以上、せいても仕方ない。聞いた話によると、その人の失踪って一人の収蔵家と。ああ、あいつが失踪した日の朝、不思議なことを言っておった。その後あいつは長門のところへと何かを取りに行った。だがしばらく。ああ、おかしいと思うじゃろ。どうして急に火がつく。彼はどのようなも。多分大層な武具じゃろう。あいつは小さい頃から刀鍛冶に興味がなく、代わりに刀を振り武芸を習得することに。実は少々不快に思われるやもしれぬが、拙者たちが探しているのはここにいる拙者の友人を襲撃したものなのでござるが。今ある手がかりからすると、雨の前。何？いや、ありえん。ユウヤは決してそんなことをするやつではない。あいつは謙虚で心優しいんじゃ。武芸を習ったのも心身を落ち着かせるためで、他人と争ったことなど一度もなかった。ふむ、そうでござったか。ああ、これだけは胸を張って言える。あいつはしっかりと物事を考えてから行動するやつじゃとな。つまるところ何も言わずに知った。だもしかすると何か脅迫を受けているのか、または人に言いにくいことがあるのかも。とにかくもしあいつを見つけたらすぐにわしに教えてくれ。ご安心を。尽力いたすでござるよ。どうやら雨の間優也はオイラたちを襲ったやつじゃなさそうだな。うむ、話を聞いたところこれから長行ってしまい、今誤解でござる。拙者たちは調査のために。まそうだったのですか。てっきりお恥ずかしいところをお見せしてしまい申し訳。すまぬが消息はつかめておらぬ。ぶしつけなことを伺うが、普通の収蔵家ならお金には困ってないはずだよな。ええ、話すと長くなってしまうのですが、いつも嬉しそうに収蔵品を私に見せてくれたのを覚えています。私にはわからないものばかり。籍を入れたばかりの頃は全て順。何があったんだ。夫はだんだんと制御が効かなくなり、収蔵品をどんどん買い漁っては借金をする。特に刀に夢中になってからは出費がとどまることを知らず、ひどい時には借金取りの方が。売ることもせず人にも触らせず、ただ夫の趣味を理解した上で認めていましたが、生活に影響が出ては元も子もありません。何度も。ですのであの日ひどいことを言ってしまったのです。
収蔵品を売って借金を返さなければ。うわ、それで言い争い。え、夫は普段から口数が少なく自分の意見もあまり言わないの。私といたしましても、よほどのことがない限り離婚をちらつかせるようなことは絶対にしません。ただ私がそれを口にした後、夫は突然長いことをほっ。その時の声がとても弱々しく、本当にかわいそうで、私も許してしまいそうになったのですが、私がここで折れ、私が甘やかさなければ我が家はこんな状況にならなかったでしょう。ただ彼が本当に理、その後家の倉庫が火事になっていることと、夫と買い手の方がいなくなったことを聞いたのです。なるほど。優也殿は長門殿から刀を買おうとしていたが、その過程です。最初は値段について言い合いになったのかと思いましたが、夫は口数の少ない人です。普段買い物をするときだって値切りの、もしかして。いつ、それは分かりません。倉庫が燃え、もしかしたら収蔵品が燃えてしまったことで家の莫大な借金を返済できないと思い、確かに私も怒ってはいます。夫が改心さえしてくれ。慌てることはないでござる。もし収蔵品が彼にとって長年の習慣になっていたのであれば、その短、しかしもう一方の手がかりによれば、優也殿、ふむ、ま、錯綜どころか、場所を変えて整理してみよう。ご安心くだされ。はい、本当にありがとう。今ある情報では曖昧な推理しかできぬな。二人は取引の際に失踪し、そして長門家の倉庫の火事は、そ、この件について、そうだな。いや、オイラはまだ頭を休ませておきたいから、ここはお前に任せるぜ。うむ、拙者も同意見でござる。何しろ今ある状況、大方拙者たちがまだ見つけていない何かがあるのでござろう。それにとりわけ重要な情報が、優也殿は謙虚で礼儀正しく、長門殿は火事の後に行方をくらます動機を持っているのも、現段階では借金の返、考えれば考えるほど妙でござるな。言った、うむ、時期的には合致しているが、それに優也殿には襲撃者として最も肝心な特徴が欠けているでござる。彼が普段使って、同じところに行き着くかと思ったのに、そんな虫のいいは、ふむ、せっかくここまで介入したので、もし解決できれば雨の間東郷殿も。じゃあ次はどうするんだ。まずは燃えた倉庫へ足を運んでみよう。何か有用な、待った、風の中から。あ、またお前にしか聞こえ、よくわかんないけど、前に神の目を盗んだ。うむ、だが今回は音だけではない。でも近くに、すでに遠くへ去ったようでござる。ふむ、これは古くより稲妻に存在するたたりが、しかしこの邪水なる力は拙者と警戒を怠らず。地下倉庫だったのか。
下の方から聞こえるでござるよ。祟り神の力の源は、亡くなってからすでにだいぶ、この濃さから見て、祟り神はかつてここに、確か長門の奥さんが言ってたけど、長門はいつも、おそらくその時の彼はすでに祟り神の力の影響を受けていたのでござろう。拙者が思うに、祟り神の力の影響を受けたからといって全てのものが怪物のように凶暴になるわけではないのでござる。ただ多くの場合、長門殿にはもともと収蔵の趣味があった。彼が多額の借金を抱えてもなお収蔵品を増や、じゃあこれからどうするんだ。お主らは下がっているでござる。せし、この扉を開けなければ真相には、何、心配はいらぬでござる。せし、これは一体下埋もれていて何も見えぬ。火事によって倒壊し、地下倉庫全体が埋まってしまったのでござろう。おいら、てっきり見たこともない怪物が出てくるのかと思ってびっくりしたぞ。こうなってはこの力の残滓をたどっていくしかないでござるな。もし二人の一般人が祟り神の力と関わっていたら、おそらく無事では済まぬ。うむ、参ろう。祟り神の力、注意深く感じ取れば、お主らも風、この場所から大元の祟り神の力は引き続き遠くへと流れているが、一部はここに残っていく可能性は高い。まずはこの近くを探してみるでござるよ。何かに引き寄せられている。調べてみるでござる。服の上に書かれた手紙のようでござるな。とにかく、この手紙によると、ユウヤ殿は倉庫に火を放ち、長門殿を切って傷を負わせた。でもここにはいないみ、彼は致命傷を負っている上、祟り神の力による影響を深く受けた。さらには周囲の痕跡も全てヒルチャールに荒らされ、これ以上探すのは不可能でござる。うむ、今もしもユウヤ殿が今無差別な凶行に及んでいるのであれば、そうだな、早く
く行こう。大方、彼も武を習う者にとって最も先導されやすい点は、その武芸とちぐはぐになっていた手がかりが拙者に一つ思うと。もう分かったのか。やっぱり。うむ。だがそれでも不条理な、引き続き彼。はやてのごとく。どうやら彼は長いことここに滞在しているようでござるな。ここに？ここって何か特別？わからぬ。だがこの感じ、より隠れておらず。ようやく現れたか、楓原和葉。やっぱりこの、お前何考えてんだよ。もしも雨の間優也であれば、拙者とはなったが、もし拙者たちが前にしている相手の正体が雨の間優也ではなく、あの刀確かに不気味な人。え、嘘だろ。たたり神の力はほとんどの場合物体に宿り、知らず知らずのうちに奴は長門殿の倉庫に長くいたことで彼に影響を与えた。そしてあの刀の取引の場を利用してさらなる影響、いや、優也殿の体を占領したと言ったほ、はあ、察しがいいな。遥か昔、俺は一神殿の名高い匠の手によって生まれ、そのも楓原家の末裔であるお前ならわかるはずだ。雷電五花殿と関係が、はあ、奴は雷電将軍の期待に応えられず、最後はスネージナへ向かう船に乗って、あいつは名を馳せた投降で天才だったというのに、奴にできないことなどなかった。奴、事実、奴は確かにやり遂げた。斧が命を使い、俺に最強の力をもたらしただけでなく、独立した一切も与えてな。傲慢なる雷電将軍は、比類なき神刀だけでなく、この世で唯一無二の鍛造技術をも失ったのだ。刀に石があるだけじゃなくて人まで。当時の人たちは俺にそのような力があるとは信じず、ただ刃が鋭く精巧に作られたものだと。俺を鍛造した者が死んだ後、あまたの使い手の体を俺は借りた。そいつらを制御し、遥か遠いスネージナやか、俺が求めるのはただ一つ、雷電将軍の刀と対峙し、俺の力、一神殿の力を証明することだ。つまり優也殿、お主に制御されたものはその後どうなった。そんなことを気にする奴が、疲れて傷を負って使えなくなれば次のに変えればいい。ひどすぎ。稲妻に戻り、ずっとあの長門の倉庫で火を見計らってきた。この旅はついに終点を迎える。
アメノマユウヤの体を使って楓原和葉、外伝将軍の無双の人たちを受け止めたお前なら、さあおとなしく体を渡してもらおうか。料理の時間です。私を甘く見ないで。不従順。反省しなさいよ。はっはっ。これとし、俺とともにみんながそばにいてくれる。妊娠の術。行こうよ。それはっ、歴史を振り返るんだ。いや、これ話が通じないなら叩くも燃えろ。こんな風よ、歴史を塗り替えるんだ。風は雲の行くごと。邪魔するな。もう負けてるのにまだそんな強気で。負けだと？俺に負けなどない。お前らがここで俺に勝っても倒れるのはこいつは甲斐の利く操り人形に過ぎん。無駄だ。お前が行動を起こすより先に。それにたとえ俺が器を失ったとしても、どんな形であれ、どんな方法、お主の使う技確かに、だがお主の立ち筋からは憎しみとおごり。そんなことまでは。以前も申したが、一神殿という技はもしも今雄也殿が刀によって操られていると、おそらくその狂乱はお主の一か八かの勝負から来るもの。お主は、お前がいなければ奴は死ぬ前に一神殿の王妃を全て俺に授けた。そんな俺がお前の助けを欲す。それは拙者はずっと疑問に思っていた。お主が使い手を自在に操るよう、お主の内心世界を見てそれをようやく理解したでござる。長き歳月を経たお主の力は、誰かに触れられぬ限り新しい宿主を得られないほど。あ、そっか、思い出したぞ。確か長友。そして今回、夫人の悲しみと怒りによって目が覚めた彼は収蔵品の売買を決心した。その時、だったらなんだ。答えは拙者がまだ触れていない二つ目の点にある。お主は何としても鍛造者の願いを叶えたかった。しかしその願いはあまりにも、とっくに自身の限界には気づいているのであろう。歯を食いしばりながらも前に進んだが、拙者から見ればお主の願いな。お前に何がわかる。俺はその目標まであと一歩の。お主が稲妻に戻ってきたのは、一神殿が天下無双であることを証明するため。たとえお主が天候を切り裂こうと、それは鍛造者が望ん。お前、お主が一神殿の王妃を受け継いでいようとも、旅の途中で使い手を神剣一体に背くやり方を選んだお主に。黙れ。俺は必ず目的を成し遂げる。俺の苦境を見抜いたその鋭さは認めよう。だが現実を直視すべきでこ。簡単に言ってくれるわ。現実を見る。俺を邪魔するものは必要ない。ためらいも自制も現実も全てだ。はあ、このまま争っていても拉致が開かない。まだ分かってくれぬか。今のお主が将軍様に太刀打ちできるとは到底思えぬ。ふむ。おい、まさかそいつの。いいだろう。戦うに値するものを探してくるがいい。それを片付けたら天使閣へ向く。だがもしお主が負けたら、おとなしく雄也殿を解放する。いいだろう。そんなのダメだ、カズハ。これは雄也殿を救う唯一の方法でござる。妖刀の力は今とても弱まっている。それにあやつにはたたり神の力は
心にある執念を強めることに長けている。それこそが長門殿と雄也殿が利用された原因。拙者はそのような執念を持ってはおらぬゆえ、しばらく。でもそうだとしても、もし本当に危険な状況に陥り罪のない被害者を救えるのなら、拙者はこのような危険。俺はそこまで卑劣ではない。賭けに乗ったのは俺自身にも知りたいことがあるか。受け。少しめまいがするが、まだ想定の範疇でござる。うむ。これからどうするんだ。敵を探そう。この刀は様々な先進バンクを重ねてきたが、一心状態に入らなければ、一心のために特別に設計された。こやつが現実を認めるのであれば、それを直視せざるを得なくなるまで戦うでござる。そういえば冒険者協会で聞いた。前に高塚酒が使ってた秘密基地があるだろ。あそこが廃棄された後。うむ、よかろう。雄也はどうす。刀が言うには、雄也殿には拙者たちの後ろをついてきてもらうそうだ。本当に大丈夫か。うう、気をつけ。道中は拙者に任せるでござる。はっ、ふっ、やっかせよ。そこだ。ふっ、これ、はっ、た、よっ、はっ、まいる。はっ、ふっ、ふっ、はい、よっ、やはり、ピンピンの死を捨てに来たか。もみちがみ、散らまく惜しみ。体の様子はどう。問題ないでござるよ。拙者の思った通り、この刀は長いこと手入れがされておらず、使い勝手が。こやつはまだ歯を食いしばり強がっているようだが、ふむ、まだ何か気。不思議なことに、こやつに拙者をし引き続き。釣れたようだ。はっ、それ、そこだ。はっ、や、これ刀の旅人だ。まいや、やった。はっ、これでどう。やはりダメだ。くもが足りなくて。やはり命を捨てに来た。はっ、はっ、ここまで。やめろ。風の歌、雲の行くごと。うわ、刀の様子が変だぞ。
こやつの力が衰えていくのを感じるでござる。もう長くは持たぬであろう。このまま続ければ。そうなったらいい。うむ、十分注意して使うでござる。それにこやつまだ苦し。おそらくこれでこやつの本当の本当の姿？何言って、本当にさっきの刀と同じものなのか？こんなにボロボロだなんて。お主の状態では将軍様に挑むどころか、このままだとたとえ鍛え上げられた時は天候に匹敵するほどの力があったとしても、スネージナヤから稲妻までもう言うまでもないが、賭けをするときに言ったお主の知りたいこと、それがようやくお主は拙者と共に一心状態に入り、より強い力を発揮し、ただ残念ながら拙者はお主とは全く違う、お主を理解できる唯一のものもお主が生まれたときに。え、それっていたぞ、やつだ、やっちまうわ。そうだな、構わぬ。それに単なる今回は大物が釣れたよ。よっ、どうだ、逃がすか。はっ、こうだ、はっ、取れ、はっ、せい、はっ、ここまで、ここまで、いざ。ほれ、はっ、風の向か、雲の行くごと。やっぱり使いな。さすがは楓原家の末裔。ほんの旅の途中、俺のことを知る者はいなかったし、俺はあの時こう思っていたんだ。しかし、はあ、どんなにあがこうとも、お前とその使い慣れた長い歳月が経ったことで、俺の刀身も刃こぼれしている。さすがは、無双の人たちを受け止めた名刀。実は、この刀はリーウェイを旅していた時に、鍛造や手入れも刀にとって重要であるが、それが全てで、この刀は、長いこと拙者に付き添ってきた。故にすでに互いの武器と刀、信念と心。お主に伝えなければならぬことがある。鍛造者も知らなかったのやもしれぬが、それは古より伝わる邪悪なる残骸であり、戦いの最中、拙者の立ち回りに合わせようとしていたようだが、途中からたたり神の力が。俺も気づいてはいた。だが止めることが。拙者は雄也殿を救うため、その力に惑わされぬよう抗った。お主については誠に残念に思う。お主が旅立ちの時点で、お主は自らの進化を発揮してくれる唯一のものを失う。このことこそあらゆる絶望の根源。俺の命、俺奴の願いを断るな。だから俺は言ったんだ、あいつに。どうやらすでに答えが。カズハ、どこに行くんだ。あやつにはもう害をなす力も思いもない。じっくりと考える時間。
拙者が初めてあの刀の柄に触れた瞬間、そこには静かに寝床に横たわる刀工がいた。月明かりに照らされた鍛え上げられたばかりの刀は、それって刀、あの刀工はスネージナヤで事の真相を知った。一神殿が彼らの裏切りによって大きな打撃を受け、彼は恨みを晴らすためではなく償いのために人生を費やしたのでござる。ファデュイに騙されたことを深く悔やみ、二度と故郷の土を踏むこともできなかった。故に彼は意志を持ったあの刀に必ずや稲妻に帰るよう指示した。ただ彼らがかつて光り輝き信頼に値するものであったのを。そうだったのか。けどその投稿の考えがたたり神の力でねじ曲がって。投稿は自身の生成した力が実はたたり神の力であることも、その憎しみが刀をこのような、あの刀はすでに許されざる罪を負っているが、それは全部そう。時間はあやつの執着の足を止めることができなかった。あやつの願いは一人、あやつの落ち着いた頃でござろう。思い返してみると、俺が丹蔵、俺は意志を授けられた恩として、だが闇と血は俺を麻痺させ、俺は奴の願いを叶える。やっと約束通り今ある結果を受け入れ、しかし俺はまだからお前に頼みたい。おい、調子に乗るなよ。なんで俺、それから奴の願い、この順序でなくては、俺の闘神と知識はお前にとってまだ価値がある。なんだか、はい、どうするんだ、カズハ。言ってみるでござる。ああ、感謝する。俺が鍛造された時、だが、あいつが病床から再び立ち上がることだから、今まで、俺の戦いには輝く意義などなく、ただ旅を続け、お前は素晴らしい刀の使い手だ。お前の手を借りて、相手は雨の間優也を解放した後、意識が戻ってから、こいつもきっと俺に恨みを抱いている。戦う理由が。承知した。まずは彼を起こした。なるほど。彼は僕のから、もちろん彼のやったことは忌むべき行為だ。でも僕を解放するという約束を守ったのなら、もし戦うことでこの騒動が収まるのなら、僕もただの被害者にはなりたくない。安心しろ、オイラたちがお前の無実を天領。ありがとう、君たちの助けがなかった。ここだと浪人が襲ってくるやもしれぬ。それに最後の決闘は、南十字舞踏会の時み、ああ、でも油断しちゃダメだぞ。まあ、あいつの下準備はできたか。準備は良いか。
一神殿後継者、雨の魔流後継者、雨の、いざ尋常に勝負、いざ尋常に勝負。これ、はっ、はっ、や、マイヤ、そこよ、はっ、はっ、や、よ、風よ、そこだ、はっ、これ、マイヤ。もみちばん散らまく惜しみ風よ、そこだ、はっ、おい、いざ、や、はっ、ふっ。学ばせてもらった。その刀は傷だらけだというのに、君が手にした害意はもう感じられないものの、その執念に実に素晴らしい戦いだ。後のことはこれまでの件について。僕に許しを請う必要はない。僕もう何もかも、ああ許してくれとは言わない。だが俺は道を踏み外してしまったが、一神殿にはまだ楓原和葉のような優秀、どうか頼む。ああ、僕も感謝する。もう一つ願いがあるとこの刀は言っておった。共に来てはくれぬか。そこで何をする。それは拙者にもわからぬ。すみません、ご心配をおか。一神殿の残した名刀が、はあ、彼らが抱く刀鍛冶の理念か。じゃが良い知らせもあるぞ。さっき珊瑚探偵所の龍二から行方不明の長戸が見つかったと聞いた。本当か、無事なのか。ああ重傷を負ってはいたが一命は取り留めた。ゆうやも帰ってきたし。お主の考えて。どうしたんだ、カズハ。また。うむ。こやつは少しの間、拙者の体を操りたいらしい。うえ、そんなのダメだ。こやつが言うには、投降の願いを叶える別の方法を思いつ。拙者はこやつ。そんな。かたじけない。準備はできた。さあ始めよう。俺の力はもう残りわずかだ。奴を失った俺は朽ちる運命にある。だが俺が未来を手放し今に全てを凝集すればこの身を打ち直す。全て、まさか。俺という全ての意志の代償にだ。最高の研究材料になるはずだ。伝承が途絶えなければ栄光は戻ってくる。たとえ雷電将軍に力を証明するのが俺でなくと、それが一神殿に由来し楓原家の手によるものであれば、奴の願いも叶うだろう。
感謝する。楓原家の末裔。時が経ち、今やマナを知る者はいない。その名に触れるのが恥と知りながら、一度も忘れはしなかった。カオツルベ一子、この名はお前に預けよう。うむ、安らかに眠るがよい。順序ってこういう意味。投稿の願いを叶えた後、あいつの意思。カゴツルベ一心。どうやらあやつも内心では自らの所業を認めてはいない。意思が消え去る最後の瞬間にやった。本当に投稿の願い。強き願いはあやつを突き動かす原動力となる。拙者としては罪人を罰するよりも、あやつが道を踏み外したことに気づき引き返してくれるのを願っていた。重々承知しているでござる。これは拙者の性格の弱点なのやも。あやつが天候に立ち向かうと聞いた時も、メガリレーを廃止しようとする人々を見た時も、そしてお主が揺るぎない意志で神に会おうとし、これほどたくさんのことを目の当たりにし、カズハ、これからもお主らを支えていこうと思う。そういえば、うむ、ことの顛末を伝えな。それにちょうど、君たち、事件は解決。天領奉行衆はすでにあの危険な倉庫の処理を行っている。お前って。ではこの事件について多く語る必要はないでござるな。ならばこの間の件について。これはカゴツルベ一心。すでに失われ、こたびの偶然の開口により拙者はこやつを回収して打ち直した。そして一神殿を伝承し続けることをこやつと約束した。故に今後も引き続き各地を放浪し。そうか。楓原家は刀鍛冶の家系であった。それだけではない。仮にお主の行為を受け。いや、誤解だ。決してそのような考えは。分かっているでござる。そうか、分かった。でももし考えが変わったり、バク。ああ、これからどこを旅。ふむ、とりあえずは姉、次の目的地については風向きに任せるでござる。